どうでしょう。あれですね、多分いましたね、あれだ。こんばんは。おはようございます、こんばんは。よろしくお願いします。はるなさん。はい。あ、ございます。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介だけいいですか、してもらって。はい、はい、酒井春菜です。新潟でラジオパーソナリティ、シンガー、タレントしてます。よろしくお願いします。新潟ではね、有名人ですからね。やめてそしてね、はい、春菜さんといえばあれですもんね、ベストボディジャパン、はい、出ててめちゃくちゃスタイルいいんですよね。で、全然露出ねえじゃん体のラインわかんないやつでね、いつもまあこういうちょっとデート企画みたいなやつは、はい、まあ、僕が行きつけの店だったりとか、おすすめの店行くんですけど、はい、行きたい店があるっていうことで。そう、めっちゃおすすめの私の行きつけのお店があるので今日デートですかね、ちなみに。はい、いいですか。いいですよ。いいですか。いいですよ。じゃあ行きましょう、行きましょう。行きますよ。はいはいはい。買い物とかもするんですか。買い物します。バンダイが一番多いかな。はい、楽しみですよ。めちゃくちゃ多いから。逆パターンは初めてなんで、ちょっと僕も楽しみです。期待しててください。はい、来ました。行きますよ、ドン。こちら、ニックさんね、はい、NIQ と書いてニックさん、これ有名店です。僕も知ってますよ、一応。来たことあります。ただ入ったことないんですよね。めちゃくちゃおしゃれ。こんばんは。今日はあちらの、はい、ラの手前のお席ご用意します。わわわわ、めちゃくちゃ雰囲気めちゃくちゃありますね。暖炉もありますよ。本当だ、暖炉ある。あ、じゃあ座っていただいて。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。いいお店ですよね。食べ物もめっちゃ美味しいから期待しててください。じゃあちょっとオーダー任せてもいいですか、春菜さん。あ、すいません。はい。あ、来ました。めちゃくちゃイケメン店員出てきた。イケメン、そうです。イケメン店員出てきた。嘘でしょ。気遣いも最高なんですよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあまず乾杯酒からお持ちしましょうか。お願いします。あら、お酒。あら、お酒はちなみに。あ、大好きです。大好き。やっぱ強いか弱いかで言うと。どうなんですかね。どのぐらい飲めるとかってあります？ずっと飲める。めっちゃ強いじゃん。あ、来た。あ、来た。こちら、あの乾杯酒でスパークリングワインのカバーご用意してます。カバー、はい、じゃあ、乾杯。乾杯。出会いに乾杯。出会いに乾杯。いただきます。最高です。最高ですか。カバーめっちゃ好き。いきなりこんな上質なお酒出てくるんですか、ここは。一杯目ビールしか飲まないからわかんない。なんで今日ちょっと背伸びしたんですよ、これ。いや、もうお任せで行きたいなと思って。なるほど、今日はね、やっぱこうちょっと特別な日ですからね。はるな、はい、さんは、はい、あの、いきなり聞くのもあれなんですけど、あの、彼氏とかいるんですか。いないんですよ。え、いないんですか。いないんですよ。いないんですよ。マジの話ですか。いや、本気で。え、どのくらいいないんですか。もうね、それも忘れちゃうぐらいずっといないんですよ。もうカラッカラじゃないですか。やばいですよね。今日、はい、あれですよね、僕にもチャンスはあるってことですよね。いや、絶対狙ってないでしょ。いや今日ちょっとデートですから。あ、まあそうですよね。なんでこっちもちょっと出方をね、変えていきたいと思います。あ、お願いします。どんなタイプが好みとかあるんですか。見た目は、キングヌーっていう、キングヌー、はいはい、今大人気のバンドですね。はい、あの、ギターボーカルの常田さんが、はいはい、めちゃくちゃかっこいいし、なんか知的だし ね、最高ですよね。最高じゃないですか。うん、ちょっと理想高いな。あ、来た。失礼いたします。来ました。おら、牛赤身肉のカルパッチョをご用意させていただきました。新潟県産の黒毛和牛、はい、新潟和牛ですね。白く見えるのが、はい、グラノパダのチーズですね。いただきます。おいと。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。マジで美味しい。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。来た。ほら来た。失礼します。ケールサラダですね。ケールサラダ。ケール。はい、で、上にはクランチガーニッシュというものを載せてまして、はい、今日ですとジャガイモですとかごぼう、あと生姜ですね。はい、あとはカシューナッツとかも素揚げで入ってますので、軽く混ぜてお召し上がりください。はい、ポテトチップスみたいなのありますよ。ポテトチップス言った時点で言い方一気に冷めるから。もうすごいおしゃれなこと言ってたよ。クランチガーニッシュですね。クランチガーニッシュです。ポテトチップスじゃないです。今後ポテトチップス食べるとき使いますよ。はい、音がすでにパリパリ言ってる。パリパリ言ってる。めちゃくちゃ美味しい。さっぱりしてるのに香ばしい。ベストボディジャパンの日本大会に出たときに、はいはい、その最後こうすごい調整してって、はい、で結構こう筋肉とかペシャペシャになっちゃうんですけど、うん、それを張らせるために
当日直前にポテトチップスを食べるんですけど、ああいうエナジードリンクの糖とカフェインとかをギリギリに入れて、はいはいはい、で結構こう体張らせるっていう。バキが試合前に炭酸を抜いたコーラ飲みますもんね。バキって誰ですか？あ、大丈夫です。じゃ あ大丈夫です。ハンさんなんか好きな食べ物ですか？カニ。カニが一番好きです。店員さん、カニが好きなんですって。そうですね。じゃあ2番目に好きな肉がもうすぐ出てきます。ありがとうございます。なんか来た、なんか来ました。来たんですか？お待たせしました。こちらは一人一皿、はい、来た。こちらが自家熟成肉の阿賀の姫牛のリブロース、約70日の熟成ですね。温かいうちにお召し上がりください。あ、すごい。すぐ切れた。スッといった。うわー、すごい。これは美味しいんじゃないですか。ちょっとそれめちゃくちゃうまそうですね。食べます？いいんですか？いいですよ。ハンさん、はい、見ての通り、はい、僕あのカメラで手塞がってるじゃないですか、はい、食べさせてもらってもいいですか？了解でございます。いや、すんなり OK するな。いただきます。お、めちゃくちゃ柔らかい。口の中で溶けていきました。ですよね。油すごい嫌な感じじゃないですよね。そうですね、うん、これ歯いらないですね。いや、歯はいると思うけど。あっさり否定されましたね。肉と魚だったらどっちですか？魚ですね。魚かい。うん、魚好きとカニ好きがね、今肉食べてますからね。本当ですよね。え、魚ってのは刺身？そうだ、焼き魚好きですね、やっぱり。あ、何の焼き魚ですか？もうちょっとサバが好きですね。うま、肉。全然話聞いてないでしょ。ベストボディジャパンじゃないですか。はい。なんかこう、鍛えられた部位見せてもらったりしないですか？筋肉を触らせるとかはいいですよ。え、いいですか？こことか、また最近鍛えたから肩いい感じなんで。え、触っていいんですか？いいですよ。え、マジですか？さん、レポートしてください。え、じゃあ、失礼します。はい。いいんですか、本当に？ここ、はい、ここ、結構誰にでもここがいいと思います。ここ、上の、ここやってさ、あ、硬っ。硬いし、すみません、なんかすごい触りすぎました。ごめんなさいね。ごめんなさいね、ちょっと。すごい締まってて、筋肉を触ってるって感じがしましたね。ダサキさんに曲げるって今、はい、あの下の腕の方も触った。触りましたよね。全然タップついてないというか、そう、すごい締まってますね。こっちもちゃんとトレーニングしてるんで。へぇ、想像変わり者だと思うんだよ、私。あ、そうなんですか。うん。え、どの辺が変わってると自分で思われるんですか？なんかね、変ってよく言われる。変？変。性癖とかってですか？性癖は別に冒頭で乾いてる話したじゃないですか。はい。なんか変な空気になってしまって、すみませんでした。はい。お仕事はどういうことメインにやられてるんですか？あの、多分よく皆さんがご存知なのはラジオパーソナリティですよね、の仕事だと思うんですけど、はい、まあ、その他に歌をシンガーとして歌ってたりとか、あと、まあ、ちょっとモデルをさせてもらったりとか、はいはいはい、持ち歌とかあるんですか？あります。ある？ある。いつか最後に。え、その歌だったんですか？なんかもっとみんなが知ってるなんか有名な著作権が、著作権があるので。え、曲名はちなみに？このめちゃ恥ずかしい、祈りっていう。ああ、いいじゃないですか、祈り。はい。じゃあ、あだ名祈りってなってるんですよ、今。もうめっちゃいじられてるじゃないですか。めっちゃいじられてますよ。じゃあ祈りさん。いいですか？はい。せっかくなんかちょっと歌声をね、こう見てる方も聞きたいと思うし、まあ、僕も聞きたいですから、じゃあお願いします。二人が歩いてゆくこれからの未来に祈るは愛が見えたこの瞬間に。ちょっと他のお客さんもいるんで、ごめんなさい、ちょっと静かにしてもらっていいですか？ちょっとダンスソイってなんてこと言うんですか？あ、テミさん聞きました？今歌ちょっとすごい、でも声量です。すごい声量ですね。はい、ちっちゃくて大丈夫。他のお客さん大丈夫でした？そうですね、ちょっとこれ以降はちょっと抑えめでお願いします。今度カラオケ行きましょう。すごい
すごい匂い。すごい匂いですよね、うんうんうん、これ削りたてのカカオですからね。そうそうないですよ。おいしい。いや、これはおいしいでしょう。え、男性と2人でなんか飲み行ったりとかもするんですか？あ、でも友達とか全然ありますよ。あるんですね。はい。何も起こんないですか？何も起こんない起こんないですね。あ、何も起こらないですか？でもみんな本当に友達って思って付き合ってくれてるんでしょうね。ただ今日はどうかわかんないですけどね、この後は。なんだっけ、サバ、サバ、焼き魚のサバ。それ関係ないけどね。僕の好物関係ないけどね。サバって響き的にちょっとなんかセクシーな感じしません？うん、しない、しない。しない、うん、あれ、ちょっとやっぱり変わった性癖を持たれて。サバ。イワシとかは？なんかアイナメとかセクシーな感じ。いや、もうそれそのままじゃん。それもうワードチョイスでしょ、もう。ワードチョイス。ブリとかはダメなの？ブリ、なんか全然セクシーじゃない。あ、全然セクシーじゃない。全然セクシーじゃない。そう。2軒目行きますか、じゃあ。行きましょうよ。じゃあ僕のおすすめの店でもいいですか？めっちゃ楽しみ。もうだいぶ夜も更けてきてますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。朝まで行きましょう。あら、僕をその安全な男と見てるみたいですけど、本当にいいのかな？多分私のガードの方が多分10倍ぐらい厚いんで大丈夫だと思います。確かに全然露出ない服だもんな、ね、今日びっくりするぐらい露出のない服ですね。本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございました、店員さん。ありがとうございます。いや、寒いですね。寒いですね、うん、もうだいぶ夜も深くなってきましたね。はい、じゃあ行きましょう。行きますか。はい、ちょっと僕もカメラ行きますね。お、いいですか、カメラなしでいいですか？じゃあ飲みますか。飲みましょうよ。行きましょう。はい、じゃあ行こう行こう。それでは参ります。フロートポーズ、サイドポーズ、バックポーズ、サイドポーズ、フロントポーズ。